はい、こんにちは。事業専門税理士、川南です。本日の YouTube 動画は、最近クラウド会計がこんなに進んでいるのに、簿記の勉強って必要なの？簿記の勉強の必要性について動画で解説をしていきます。私はオンラインサロンの運営と、いろいろと各 SNS をやっています。また、ビジネス書を2冊出版しています。動画内で必要な引用元などすべて概要欄に貼ってありますので、ぜひ概要欄の方を一度覗いてみてください。それでは本日の動画、簿記って勉強する必要がありますかと悩んでいるフリーランスの皆さん、ぜひご覧ください。それでは早速いってみましょう。はい、クラウド会計があるのに簿記って本当に必要なんですか？個人事業主フリーランスなら一度は思ったことがあるかもしれません。本日こちらについて解説をしていきます。本日の内容です。簿記って必要ですかってね、よく質問いただくんですけども、今のご時世クラウド会計があるから必要ないんじゃないですかっていう声も多くいただきます。1つ目、簿記の知識が必要な理由を解説していきます。2つ目、じゃあどの程度の知識があるといいんですかについて解説をします。そして3つ目、簿記のおすすめの勉強内容についてお話をします。本日の動画以上の流れでいきますので、最後までぜひご覧になってください。ではまず1つ目の簿記の知識が必要な理由について解説をしていきましょう。簿記の知識が必要な理由です。1つ目、お金の管理はビジネスの基本です。本業でも副業でも関係はありません。どちらにしてもですね、ビジネスをするとなりますと、お金の流れというのがどうしても出てきてしまいます。お金の受け取り、また支払いをしないビジネスなんていうのはありませんので、結局ビジネスをするということはですね、お金の流れが発生しますので、そのお金の流れを管理する、把握するために、結局簿記の知識、経理が必要となってきます。この管理ができないとですね、ビジネスをしているのにもかかわらず、経営者なのにお金の管理ができていないということになってしまいます。売上がいくらなのか、経費はいくらかかっているのか、利益はいくらぐらい出ているのか、また資金を管理するにもですね、お金の流れを把握しないと、今ね紹介した4つのことはもちろん、その他の経営者としての目線を持つことができません。そしてこれらを管理するためにはですね、経理をしなければいけなくなります。そして経理をするためには、仕分けを入力していく必要があるんですね。この仕分けの入力の基本のルールっていうのは、簿記のルールに沿って仕分けを入力していくことになります。ですので、簿記が分かっているとですね、このお金の流れを把握したり管理することができるというわけです。では次に2つ目必要な理由、税金の仕組みがわからないということになってしまいます。どういうことか解説をします。ビジネスをしますと、どうしてもですね、税金の支払いというのは流れ上避けられません。また確定申告をしないというわけにはいきません。確定申告をするというのは義務になっております。そして税務署にですね、確定申告書を提出する必要があるんですけど、この確定申告書を作成するためにはですね、確定申告を作る前段階として経理が必要になってきます。そしてこの経理をするためにはですね、仕分けをするということになりますので、結局簿記が入ってきてしまうってことですね。そしてこの確定申告の計算をするためにはですね、税金の知識というのが必要になってきます。要は税金の計算ルールを知っていかないと確定申告は作れません。プラスですね、確定申告を作るには経理、帳簿というのが必須になってきます。ですので、どちらにしても経理をするにしても、また税金の仕組みを理解するためにもですね、やはり簿記の知識というのが基礎知識となるということが言えます。そして3つ目の理由、青色申告特別控除を狙いたい方はですね、やはり簿記の知識が必要というふうになってきます。どういったことかと言いますと、青色申告特別控除を使うと節税できるよということ、皆さん聞いたことあるかと思います。この節税をするためにはですね、この青色申告を使うためには条件があるんです。その条件の要件の一つとして、こういったものがあります。正規の簿記の原則で記帳すること
ことというのが青色申告特別控除を使う条件の一つになっているわけです。これ他にも条件があるんですけども、今回は簿記が必要だよという解説動画なので、この部分だけ抜粋をします。正規の簿記の原則で記帳するというのが条件だということはですね、もちろん簿記の知識が経理の基本ルールとなっているということです。この簿記の原則で記帳したものでないと青色申告控除は認められないということになります。最近流行りのクラウド会計、どうしてこのクラウド会計がこれだけ広がったかと言いますと、クラウド会計を使って入力をすると、この正規の簿記の原則に沿った記帳方法になる。自動的にクラウド会計を使って入力することで、正規の簿記の原則でつけている、記帳しているっていうルールになるんです。そのためクラウド会計を使うと青色申告特別控除のハードルがぐっと下がるよということで、今クラウド会計がこれだけ広がっているということになります。なのでクラウド会計自体を使うということが非常におすすめです。皆さんぜひ自営業フリーランスになった時にはですね、検討をしてみてください。とはいえ、クラウド会計を使うにあたってもですね、やはり簿記の基本的な仕組みというのを理解してクラウド会計をするのと、仕組みがよくわからないままやってるのだとですね、理解度が全く違うので、またうまく使えるっていうようなことがありますので、メリットは大きいと思います。では次、4つ目、必要な理由いきましょう。簿記の知識が必要な理由4つ目、税理士や税務調査の時に非常に役立ちますよということです。これどういったことかと言いますと、専門家のやり取りをする際にですね、やはりある程度簿記の知識があった方が有利ですよということになります。もう少しね、詳しく説明をしていきます。この知識があることで効率よく情報を得れることができます。わからない箇所、要は自分が疑問に思ってるとこ、ここがわからないんですっていう箇所をですね、明確化できる、また言語化できた方がですね、お互いのやり取りがスムーズになります。もちろん税理士という職業はですね、顧問先に寄り添うので、わからないなりに質問されたとしても、そのね、内容を噛み砕いてとか、ここですかっていう感じで確認をしたりとして、なるべくね、この専門用語を使わず、わかりやすく、もちろんどの税理士もしてますが、やはりですね、相手にね、同じ知識量は求めませんが、ある程度やはり基礎の知識を知ってもらって質問をしてくれてると返信が早かったりですね、またやり取りの回数が少なくなるので、効率よく情報を得れたりとかですね、聞いたことに対してずれた答えが返ってきたっていうことが少なくなるかと思います。そして最後、こちらは重要ポイントなんですけど、もし税務調査で入った時にですね、税務署の方が来ていろいろと質問をされることになります。その税務調査の時はですね、調査に来る人たちは専門用語をバンバン使ってきます。ですので、一体何のことを聞かれているのか、一体今何のことを確認するために自分に質問しているかっていうのがわからないというね、感想をよくもらいます。税理士は唯一この税務調査に立ち会う権限を持ってるんですけども、税理士をつけていない自営業フリーランスの方はですね、税務調査がもし万が一入った場合には、税務調査を自分一人で対応しなければいけないことになります。その時にですね、やはり簿記の知識なり少し経理の知識があった方が、何を今問われてるのか、また税務調査で自分が不利になるというような場面を回避できる可能性もありますので、やはり簿記の知識というのはですね、税理士とのやり取り、また万が一の税務調査の時にはあったに越したことがないというふうに個人的に思います。ですので、高度な知識は必要ないので、最低限の知識があった方が自分を守るためにも、また防御するためにもおすすめです。では一体どれぐらいのね、程度の知識があればいいんですかっていう質問が出るかと思います。次のスライド以降解説をしていきます。はい、ではどの程度の知識が必要となるのか、結論はこちらです。簿記3級程度で十分かと思います。この簿記3級程度ですが、皆さんね、簿記3級を合格しないといけないというわけではありません。簿記3級程度の知識があれば十分になります。ですので、合格レベルに行くまで勉強をしないといけないとか、やり込まないというわけではないんですね。テキストを簿記の基礎が分かる程度に勉強するというぐらいで十分じゃないかと思います。でもですね、資格勉強するのであればですね、邪魔になるものじゃないので、資格取得、まあ簿記3級を取ろうかなという目標を立てて勉強するということ非常におすすめです。はい、ですので簿記3級を合格するというのが目標ではなくてですね、経理の基本を理解する、経理のルールを理解するということが目標になってくるかと思います。そしてこちらなんですけど、簿記3級は独学でも学べますので、独学で学んでるっていう方も非常に多いです。次、独学でも学べ
べるとは言ってもですね、なかなか辛いって思いますので、おすすめの勉強方法をスライドで紹介します。はい、おすすめの勉強方法です。まず一つ目、先ほど言ったように独学、教材を使って勉強するっていう方法になります。こちらもですね、本屋さんに行って簿記のコーナーに行くとですね、ものすごくたくさんの書籍が出ております。そちらからね、実際に手に取って中身を見て合いそうなものを探すのもよし、またAmazonなどで星印、要は評価が高いもの、またコメントによっておすすめですよっていうのを探し出して勉強するっていうのももちろん OK だと思います。また各専門学校ですね、タックとか大原さんとかみたいな感じで専門学校が出版している教材もあります。そういったものをね、利用するっていうのも一つの方法かと思います。そしてこれらのいいところはですね、独学になりますので自分のペースで勉強ができること、また本買ぐらいしかかかりませんので低い予算で独学で勉強することができるという点が非常におすすめです。では次、もう一つのおすすめの勉強方法、こちらになります。動画で学ぶです。これは YouTube がおすすめですね。今このご時世、 YouTube のおかげで有料級の情報が無料で YouTube でどんどん落ちている、探せばですね、いくらでも出てくるといういい時代になりました。私が簿記を勉強した時には YouTube というものはありませんでしたので、こういった方法は取れなかったので、皆さんは恵まれていると思います。ということで YouTube で学ぶという方法も非常におすすめです。この動画で学ぶ場合もですね、自分のペースでできるという点、また最大のメリットは本の教材を買うお金すら削減できるということで、無料というところがね、非常におすすめです。では最後、3つ目の方法になります。こちら、専門学校へ通って勉強する方法になります。これはですね、何がいいかと言いますと、やはり人間ですね、自分のペースでやると言ってもついついサボってしまったり三日坊主になりがちですよね。そういった方はですね、専門学校へ行くことで、要は短期集中、もう授業日などが決定してきますので、そういったものを利用してスケジュール管理をしてもらうというメリットが大きいです。その代わりデメリットは、費用がこの2つの方法に比べると高いということですね。とはいえ、短期集中で勉強したいとか、自分は多分サボっちゃうなとか、ついつい流されちゃうっていう方はですね、こういった専門学校へ通うことで、まあ、お金はかかるけどもスケジュール管理をしてもらうというのも勉強方法のおすすめの方法です。お金をどうしてもかけたくないという方は、この独学や動画で学ぶ方法をおすすめしております。はい、ではまとめになります。やはりビジネスをするにあたってはですね、簿記の知識が必要となります。先ほど YouTube で勉強するのおすすめですよと言いましたが、いい YouTuber さんがいらっしゃいます。簿記 YouTuber の福島先生というふうに調べてください、出てくると思います。そして次週はまだ予定なんですけど、おそらく福島先生とのコラボ動画が上がりますので、お楽しみにしてください。福島先生はチャンネル登録が40万人を突破している先生ですので、面白いコラボ動画になっているかと思います。また顔出しをされてなくて謎が多い先生ですので、ちょっとね、このコラボ動画自体が珍しいってことになってますので、皆さんぜひお楽しみにお待ちください。チャンネル登録しておいてください。そしてクラウド会計使うの非常にいいんですけど、仕組みを理解できていた方が有効活用ができるため、クラウド会計を使うにしてもですね、クラウド会計じゃない会計ソフトを使うにしても、簿記の知識というのはある程度基礎知識あった方がおすすめです。それでは本日はね、簿記って必要なんですかっていうね、よくある質問に動画でお答えしました。参考になれば幸いです。はい、私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目、オンライン上で税理士を雇うということで、オンライン上で質問や相談をいつでもすることができます。こちら Facebook の非公開グループで運営をしております。2つ目、定期的にサロンズームを開催しています。ズームで直接私に相談質問することもできますし、またサロンメンバーとの横のつながり、異業種交流会ができるということで非常に好評です。そして3つ目、税理士の裏側を公開しております。私が平日ビジネスで役立つ内容、ネタ、経理、税金、確定申告の情報を記事で投稿していってますので、そちらの記事を読むだけでもビジネスの勉強になります。オンラインサロンの入会お待ちしております。詳細は URL から飛べるようになってますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、そして各 SNS のフォローとチャンネル登録の方ぜひぜひお願いします。いいねや高評価ボタンいただけると励みになりますので、ぜひ皆さん漏れなくお願いします。
願いします。他の SNS はインスタグラム、ツイッター、ティックトック、ボイシーもしています。そして最近話題の SNS スレッズもしておりますので、興味ある方はフォローの方お待ちしております。そしてですね、ビジネス書2冊、インボイス制度の本と、またフリーランスに必要な1冊がギュッとまとまった本2冊を出版してます。どちらも Amazon Kindle 版ありますし、楽天ブックスからも購入可能です。ぜひよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画も最後まで見ていただきありがとうございます。そろそろインボイス制度も3ヶ月を切ってね、10月からスタートということになっておりますので、皆さんしっかりとインボイス制度の過去動画見てください。またですね、やはり経理の基礎、帳簿の基礎、確定申告の基礎にはですね、やはり簿記の知識があった方が理解もできますし、仕組みを分かって取り掛かるとですね、非常に楽に感じますので、本日はですね、簿記の勉強をするのも一つの方法、おすすめですよということをおしゃべりさせていただきました。自営業専門税理士神のみでした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。